はい、おはようございます。3月13日ですね、ドンチャンネルです。昨日のヤフーのニュースでさ、一番自分引っかかったのはこのニュースなんですね。昨年2月に胃がんステージ4と診断、闘病生活を送っていた。東京2020オリンピックに出場するなど男子日本代表の躍進を支えたセッター藤井直信さんが3月10日に31歳でその生涯を閉じた。所属する V1 男子のトーレ・アローズが発表した。昨年2月に胃がんステージ4と診断されたことを明らかにしていたが、その後は SNS で前向きな姿を発信し、この病気に打ち勝つという強い意志を示しつつ闘病を続けていた。トーレは現在 V ファイナルステージ進出をかけた激しい順位争いを展開中。3月12日日曜日に、大阪府堺市で行われた試合で今季21勝目をマークすると、メンバーは藤井選手の背番号21が入ったユニフォームを誇らしげに掲げた。藤井さんは宮城県石巻市出身で、2011年順天堂大の1年時に東日本大震災で実家が被災、学業の継続は厳しい難しい状況だったが、同大理事長のご友人から支援の申し出を受けて競技を続けるという経緯があった。若く才能あふれる名選手の訃報に SNS などで悲しみの輪が広がっているというニュースでね。まあ自分は昨日さ、3月12日にまあ60歳の誕生日を迎えたおじさんなんだけどさ、その前にね31歳で亡くなる人がいたっていうことでね、まあ今日もね、まあ天気良かったんで鹿島にさっき走り行って戻ってきたとこなんだけど、まあ空気がちょっと乾燥してるんで髪の毛がボッサボサになってしまって、まあ健康づくりっていう意味においてもね、まあ有酸素運動した方がいいかなということでね、まあなるべく車とかバイクは乗らずに自転車で動いたり、まあ、歩いて行ったりするっていうことを多くしているようなライフスタイルなんだけど、それでもやっぱりね、胃がんとか言われるのが心配でさ、まあ来年度のね、ヨカドックメディカルチェックの予約ももう一度入れたんやけどそれにしてもやっぱり胃カメラとか飲み始めることをしたのがね、50になる時、今から10年前で、30歳の時とかさ、自分が癌になるとかいうのはさ、これっぽっちも考えてなかったもんね。で、多分、藤井さんはさ、まあ、去年の2月に胃がんステージ4と診断されたって、ステージ4って言ったらさ、5年後の生存率が 15% ぐらいなんですよね、見てみたら。で、もう他の場所にも転移しているっていう状況で、余命ね、あと何年ですかっていうのがね、まあお医者さんから告げられるようなステージらしいんですよね。まあそれ考えたらね、もう何とも言えない話だけどさ、まあなんで30そこらの人がさ、ね、病院から急にがんですって言われてさ、亡くなっちゃうのかなって。まあがん細胞ってさ、若い人の方が細胞分裂が活発でさ、若い人の方ががんが進むっていう話は聞いたことあるけど、それにしてもさ、スポーツ選手だったらさ、まあそりゃね、自分の体が資本だから食べ物にも気をつけてるだろうし、日々トレーニングしているだろうし、そんな暴飲暴食もしないでしょ。だって暴飲暴食したらトレーニングに響くもんね。
で、まあ、僕の考えだと一般人よりも自分の体とかのメンテナンスはねちゃんとしている人いたであろう人が30の若さで胃がんのステージ4って言われてもう翌年には亡くなっちゃうっていうのがね、なんかこうあまりにもこう残酷でね。だからまあがんっていう病気もね未だにこう謎が多いんですよね。まあ自分もネットでいろいろ調べたけど、まあ一つのね、エイジング、まあ細胞の老化現象って言えないこともないっていうこと、まあイメージやっぱこうね中高年ががんになるっていうイメージはあるけど、実際ネットのニュースとか見ていてもさ、20代で乳がんとかさ、だって小児がんっていう言葉だってあるからね。まだまだこう謎が多くてね。まあ今日本ではさ、まあね健康診断とかメディカルチェックとかあってさ、予防医学も発達している世の中だけど、それでもねいきなり診断が胃がんでステージ4って言われたらもう打つてないもんね。なんかまあね、まあ誰しもね好きでそういうふうな病気になるわけじゃないからね、少しでもね、まあ今風に言えば健康寿命を延ばすようにね、あんまり不摂生をしないようにね気をつけたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。